ベルクマン特務隊の部隊称ベルクマン特務隊とは、第二次世界大戦中に、ドイツ国防軍情報部が保有した部隊である。独ソ戦勃発後の1941年10月14日から12月に、かけて、ノイハンマーで編成が行われた。ドイツ国防軍の山岳訓練施設がある、ミッテンバルトに拠点を置き、隊員の多くは諸外国出身の高カサス系、義勇兵であった。 また将校にもフランス出身のコーカサス人がいた。ベルクマン特務隊は第800特殊任務建設共同大隊によりテオドール・オーベル・レンダー中尉を指揮官として編成された。隊員はキンジャールと呼ばれるコーカサス地方の探検を模したバッジを戦闘棒の左側面に着用した。1942年には最初の5個中隊が編成される。 第一中隊は、グルジア人とドイツ人士官。第二中隊は、北コーカサス人。第三中隊は、アゼルバイジャン人とドイツ人士官。第四中隊は、グルジア人とアルメニア人。本部中隊である。第五中隊は、コーカサス系ドイツ人によって編成されていた。当初の総戦力は1200名で、うち900人がコーカサス人、300人がドイツ人であった。 これに加えて二つの騎兵中隊が配置されていた。シャミール作戦のもと、ベルグマン特務隊から派遣された10名のドイツ人と15名の北、コーカサス人による戦闘団がチェチェン共和国に落下参効果を観行した。彼らの任務は、コーカサス戦線から交代しつつある主力部隊の撤退を支援することであった。この任務は成功し、以後は各地で亡命者を迎えて、 部隊を拡大しつつ、1943年からは、クリミア半島に拠点を置き、赤軍との戦いを続けた。その後、ベルグマン特務隊の一部が大隊として分割され、ギリシャへと移動した。なお、1944年のアルシャワ放棄の折、ベルグマン特務隊から派遣された第2、アゼルバイジャン大隊が、 白明高いオスカール・ディルレバンガー率いるディルレバンガー部隊と共に鎮圧作戦に参加している。この鎮圧作戦と続く東部戦線の激戦で消耗した第2アゼルバイジャン大隊は他の部隊と合流して何度か再編成を繰り返した末、1945年3月27日に第1607敵弾兵連隊第3大隊として再編成され、 デンマークで終戦を迎えた。ありがとうございます。